は壊れてしまった。僕たちはこの無人島で二人きりだ。そんな。でも島には食料が十分にある。二人で生きてはいけるよ。え、一生ここで？一生二人きりで愛し合って生きていこう。いや、きついきつい。はっきり言ってタオが全然タイプじゃないね。君がアダムで僕がイブ、バンバン子孫を繁栄させよう。いや、きついきつい。嫌やって。ほんでアダムとイブが男女逆やね。アダムが男やからアホやな。とにかく食料をどうするか考えましょうよ。いや、食料は後回しでいい。え、一番大事なのは寝床だ。ベッドを作ろう。いや、こいつベッドのことしか頭にないんじゃん。ベッドで何する気や。とにかく無人島では体力を消耗しないように気をつけよう。え、夜のベッドに備えて。いや、なんでベッドで疲れる想定やね。本来ベッドは休息するところやから。煙で助けを呼べないかしら。いや、船乗りの経験上この島に助けの船が来ることはないだろう。なんで？絶対に来ないさ。来ないに決まってる。来るわけがない。いや、なんか願ってない。助けに来て欲しくないだけじゃん。じゃあそろそろ就寝しようか。いや、早ない。じゃあここをベッドってことにしよう。いや、ベッド作らんのか。もう早したいだけやん。無理です。あなたと男女の関係にはなれません。そうやって僕を拒絶しても無駄だよ。え、君がアダムで僕がイブだから。だから男女逆やねんて。君にはもう選択肢がないんだ。この島にいる男は僕かカニやフナムシのオスくらいしかいないよ。だったら僕がいいだろ。いや、カニがいいわ。フナムシとお前は同じくらい嫌やねん。どうせ君に逃げ場はないから教えてあげるよ、アダムちゃん。いや、もう私アダムって呼ばれてるやん。そもそも新品の船なのに故障するなんておかしいと思わなかったのかい？ん？実は僕がわざと島にぶつけて船を故障させたんだ。は？君と二人きりになるためにね。いや、わざと漂流したんか。女を口説くためだけに船壊すやつおる。壊した船は3000万円だって。いや、たっか。うちは有名な資産家なのさ。え？さっきこの島に助けの船は来ないと言っただろ。なぜだと思う？まさか金の力で近辺の船を買収でもしたの？いや、金の力でこの島をうちの私有地にしたのさ。いや、島ごと買い取ってんのか。女口説くためにそこまでする？この島は僕と君が二人きりになるために埋め立てたんだよ。いや、ゼロから島作ったんか。女口説くために地図変えるやつおる。なぜならうちの家は資産5000億。え？でも金なんかより君と結婚するのが僕の夢だったんだよ。いや、ここまでする必要はないって。だって逆に私の夢はただただ金持ちと結婚することやねんもん。私をあなたのアダムにならせてください。